はい、じゃあ、アロハー。アロハ。はい。信用キッズアカデミーの、ファウンダー、ゲットチェイコです。今日はですね、横浜校の石井先生に、インタビューしていきたいと思います。石井先生、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい、石井さん、ちょっと、自己紹介簡単にしていただきたいなと思うんですが。はい。横浜の都筑はい。区で、横浜教室をやらせていただいてます、石井淳一郎です。子供起業家のアドバンスコースですかね、48回のコースと、あとは、夏休みとかは集中受講クラスっていうのを教えています。で、普段はですね、広告の会社をやってまして、まあ、紙媒体からウェブ関係とかですね、まあ、そういう広告の制作とかディレクションとかをやってますね。あとは、新しい働き方とか、自分らしさとか、まあ、そういう自分の価値を高めるような、まあ、ブランディングの、その個人的なブランディングっていうことで、パーソナルブランディングっていうような講座もやっています。なるほど。もう広告業界とかは長いんだよね。そうですね。まあ、アメリカの大学を卒業して、まあ、日本に戻ってきて、そこから広告の、仕事をずっとやってますね。アメリカはどこに留学してたんですアか？メリカはユタ州なんですけど、そこで、どんなことをしたの？どんな勉強したの？まあ、専攻はコンピュータグラフィックになるんですけど、そしたら広告とかにもめちゃくちゃ、あれだもんね、こう、活まあかせそうるですとね。いうまあか。本当にそのコンピューターをその、で作っていくっていうことから、まああとはその美術系が結構授業の中もあったんで、まあそういうこともやりながらとか。そうなんだ。じゃあ、もともとそういうことが、こう、割と若いうちから好きだったの？はい。いや、美術はすごい苦手だったんですよ。全然苦手で、まあ最初はアメリカ行ってそのコンピューターサイエンスとか、そういうのやろうと思ってたんですけど、授業とか受けてて、ちょっとこれに合わないなと思って、それでまあコンピューター使う仕事をしたいなと思っていたので、まあコンピュータグラフィックの方に行ったんですね。なるほどね。はい。そっかそっか。確かにね、コンピューターサイエンスって、今、まあ日本だとあんまりその学部がまだまだないけど、その当時はね、多分もうアメリカとかではきっとね、もうメジャー、割とメジャーになってたと思うし、そうでこうす割とね。先駆けだよね。まあ、やっとそのネットが始まったぐらいの環境だったんですけど、すごい。でも早い時にいいのに目つけたね。まあ、どうなんですかね。まあ、良かったのか。だってさ、すごい今必要なすごい技術じゃない？そうでで、すどね。こでもね、みんなグラフィックでなんか広告でデザインしたりとかっていうのがあるから、確かにコンピューターのデザインとなんかこう手で描くとかね、そういう美術のものって、まあ、苦手でもできるっていうか、コンピューターでやるとできれたりとかするから、そういう意味ではね、割と面そうです白ね。い分野だよね、まあ、こう。デッサンができなくてもできるものそう。だから、こう、すごい、知らない才能を見つけ出せるみたいな部分があるんじゃない？まあ、そうですね。そっか。じゃあ、結構楽しいね。そういうの、もちろん、その広告の業界にずっといて、まあ、いろんな商品とかを、まあ、プロデュースしてきたりとか、まあ、広告してきたりとかするから、こう、商品のいい部分を探したりとか、まあもちろん人のいい部分を探したりとかするの多分得意だと思うんですけど。まあ、やっぱりその商品を、まあ、自分でもその、まあ、結構10万点ぐらいの商品をこう売っていくっていうか、まあ、カタログ作ったりとか、チラシ作ったりとかいろいろやってきたんですけど、やっぱりその商品の良さをその知ってもらうために広告ってあると思うんですよね。その商品の良さをどうやってその本質を知っていくかっていうところから入っていくと思うんですけど、まあ、そういうことをしていくと、やっぱりその商品のことも知れるし、商品の売り方だったりとか、マーケティングだったりとか、まあ、そういう部分も一緒に、まあ、考えていかなきゃいけない部分確とか思うんに。ですね。まあ、そういうことを一緒にその学んでいくっていうか、まあ、仕事にしていくっていうことはしてきましたね。なるほど。そうすると、ほら、信用キッズアカデミーのそのアドバンスコースっていうのは、小学校3年生以上の子供さんが、大学生まで受けられるもので、
中にはすごいチラシのデザインとか、その石井先生が得意分野のところの授業とかもあったりとかするし、あと子供たちのその発想とかって、多分今までは対大人の方にその商品のね、広告とかを作ってらっしゃったと思うけど、子供の発想ってまた全然違います？そうですね。やっぱりまあ、見方もやっぱり大人とね、子供はやっぱり違うし、まあ、子供の方がクリエイティブな感じがしますよね。あ、やっぱそうだよね。やっぱりすそのご固い定なって観思う念とというきか、あるもんね。まあ、それに固まってるじゃないですか、やっぱり。固定観念でね、なんかこう、例えば、なんか子供の商品だったら、なんか薄いピンクとか薄い水色みたいな大人のこうイメージ、固定観念みたいなのがあったりするけど、実は子供全然違う色が好きだったみたいな感じで、子供そうのですアイデよね。ィアがね、違ったりとかするからね。あ、確かにそっか。でもそういうところも石井先生から習うと、すごく教えてもらえたり、あとほら、構図とか、なんか、ね、写真とかもレモネード美味しそうに撮ってきてねとかっていうふうに、私たち言うだけなんだけど、なんかこう、どの視点でこう撮ってくるかによって、すごいそれこそ見せ方が違ったりとかするから、そういうところのアドバイスとかもなんか先生の授業、受けるそうとですしてね。もらえるね。あと、例えば色、なんて文字の色合いとかがこういう方が、例えば、秀でて見えるよとか、そういうこととかも学べると、なんか、今後、デザインってすごい重要じゃないですか。もう何でもネットでこうそうで見すせね。たり、行ったりとかする中で、そういうデザイン思考みたいなものっていうのも、すごくこうビジネスをしていく上ですごく重要になるから、そういった意味ではすごいなんか、今までの経験を子供たちに教えてもらえそうで楽しみですそうですね。やっぱりね。広告って単純にビジュアルを作るだけではなくて、やっぱりものの見方だったりとか、伝え方だったりとか、そういうとこってやっぱり重要なんですよね。そういった部分を伝えていけたらいいなとは思ってます。確かに、あとストーリーとかね、そういった、こうね、まあ、同じこう宣伝動画を作るのか、なんか広告はチラシを作るのかにもよるけど、なんかこの会社とか、この商品のストーリーみたいなやつとかっていうのも、すごくね、重要になるから、それこそなんか、クリエイティブなこう思考っていうのは、やっぱ年を重ねるごとに少しずつ凝り固まっていっちゃうっていうのがなんかこうちょっと日本社会の弊害みたいな部分もあるから、それをなんか早いうちにこうパカーンと、なんかこうパカーンと開花させてもらえると、すごいなんかね、これからなんかいろんな新しいものをやっぱどんどん日本から配信していって、ね、なんか作り出して売っていってもらいたいなとか思ってるから、そういった部分のアイディアの引き出し方とかはきっと石井先生うまくやってくれるんじゃないかなと思って期待してます。で、今こう、現在、なんか子供、なんで、じゃでもさ、ほら、今までこう、広告の業界やってて、で、どうしてこの CEO キッズアカデミーの講師になろうと思ったんですか？まあ、もともとその会社として、新しい、事業というか、そういうのもしたいなっていうのがあって、で、子供に何か教えたいなっていうのがあったんですね。で、プログラミングとか、いろいろあると思うんですけど、ちょっとそれって、自分がやってきたことと、つながりはあるんですけど、やっぱちょっと違うかなと思っていて、で、やっぱり広告の、経験だったりとか、あとは、自分で今会社やってるんで、会社の経を作った経験だったりとか、そういうものを活かしていく、いきたいっていうのは漠然としてあったんですけど、それと、あと、妻がですね、友達と話してるときに、その子供を海外留学させたいねっていう話をしてた時があって、で、ちょっと調べてくれないって言われて、で、いろいろ調べてたときに、やっぱり日本のその教育って世界から遅れてるなっていうのをすごい知ったんですよね。で、うちの子供も幼稚園の年中さんの時に通ってた学校が IB の認定校になったりして、そこからバカロレアっていうのを知ったりとか、そうやっては、その情報は得てたんですけど、やっぱり日本の教育って、
やっぱり遅れてるなっていう、自分の子供の頃からその進化変わっしててなないいっしていね。う、同じ変わってもないんじゃんっていう、教科書は綺麗になりましたけどね。ね。確かに。それだけだと、やっぱり日本ってこのままだとやばいなっていうのがあったんですね。それで、いろいろ喋ってるうちに、出会ったのが CEO Kids Academy で、このプログラムってやっぱり子供たちに、仕事だったりとお金だったりとか、あとは何でしょう、グローバル化だったりとか、クラウドファンディングまで学べるプログラムになっているんですよね。それと、自分の今までやってきた広告とか、企業の経験が活かせるんじゃないかなと思いまして、認定講師になりました。ああ、なるほど。ありがとうございます。あ、お子さん何歳なんですか？今、小学校2年生なんですけど、じゃあ、これからすごい楽しみな年齢でもそうあでるすね。し、ね、あと、これから受ける教育によって、かなりいろんな影響を与える年齢でもあるっていうのは確かにですよそうなんですね。よね。ああ、なるほどね。ああ、そっかそっか。でも、ご自身もやっぱり海外の大学に行かれてたりとかするから、やっぱりその教育の違いと、もどかしさみたいなね、実際のあれともどかしさと、あと、社会が、なんていうのかな、希望してる人材、今こういう人材が欲しいみたいな人材との育成してる、あれとのギャップみたいなのがすごいあるじゃない。そうだでから、すよね。ね、その辺もすごくやっぱり感じる部分だと思うし、あと、ご自身の経験が何か誰かの一つのヒントになったりとか、誰かの背中を押してあげられるようなことになったらすごい楽しいですもんね。そうですね。うん、そっかそっか。で、今現在、生徒の、生徒さんで、なんかこんな面白いエピソードあるよとかっていうのありますか？なんか。そうですね。今、受けていただいている生徒さんで、日本に住んでいる方もいるんですけど、アメリカのローカルの小学校に通っている生徒さんがいて、オンラインので、授業ですもんね、石井そうで先す生のとね。ころね。で、日本の学校と、海外の学校の、授業の違いだったりとか、あとは生活の環境の違いだったりとか、そういうことをシェアしたりっていうのもできてますし、あとは、そうですね、自分が大学に通ってた、アメリカの大学に通ってたんで、そういう経験を話したりとかもできますし、そういう、日本人同士なんですけど、やっぱり文化の違いとか、そういうのもいろいろ、クラスの中で取り入れてるっていうのはありますね。あ、確かにね、オンラインだからどこから受けてもいいので、それこそね、アメリカの人もいればヨーロッパの人もいるし、日本の国内でも北海道から沖縄までいろんな子たちが混じり合うから、それぞれの物価が違ったりとか、なんか商品が違ったりとか、ね、色使いが違ったりとかっていうので、いろんな、それこそ多様性っていう部分で、いろんな国に住んでるいろんな人たちと違う考えを持つ人たちをどうやってまとめていくかっていうのが、やっぱり社会とか企業とか会社とか組織の中で必要になってくるので、だから逆にいろんな、なんていうの、住んでるところが違う人と同じクラスになれるっていうのもすごい楽しいことだよね、多分子供にとっそうでてすもよね。ね。今のクラスはよく喋る子たちなんで。それは楽しいね。やっぱで、なんかいろんな意見をぶつけ合うじゃないけれども、やっぱり自分の思ってることとか考えてることとかを、やっぱどれだけ上手に話せるようになったり、人に理解してもらえるようになるかっていうのは、これからもすごく必要なことだと思うので、喋りが得意な子って、逆に英語とか習っても、英語とかも喋り得意じゃないですか。そうですね。ね、そう、だからそういった意味では、なんか喋る、なんていうのかな、自信がつくといろんなところに自信がついたりとかするから、すごい楽しいね。そうしたらね、そうですいろいろね。喋ってくれるとね、なんかシーンっていう、なんかみんな恥ずかしがり屋のクラスとかもあるかもしれないけど、それに比べ結ると構ね、すごいろんなことを放り込んできてくれるんで、い。あ、本手品好き、今最近ハマってるとか。そういうの見せてくれたりとか、それを当。じゃあ今度みんなでその YouTube を見て、次のクラスで一人ずつやろうとか、そういう、授業以外のその楽しい
ことも、やろうっていうふうには心がけていますね。あ、確かに確かに。こうやってそのネットを使って人に見せるとか、ね、そのどうやったらこう、わかりやすく見せられるかとかも、そういうこともすごいやっぱ重要だから、クラそうでスすの中ね。でそのね、授業以外の興味が持っていることを広げてもらったりするのも全然いいと思うし、あと、その子供がこう、興味を持ってもらえることを、なんかこう、引き出してあげたり、引っ張り上げてあげたりしてもらいたいなと思うので、あ、すごいいいね。で、特になんか、こう女の子とかさ、なんかデザインとか、まあ、デザイナーになりたい子とか結構多いから、だからそういう子とかは多分石井先生とかの教室とかで授業を受けると、なんかそのデザインのアイデアとかも教えてもらいたりとかするから、デザイナー系の方とか、そういうのはそう超おすすめかもしれそうですね。まあ、結構今、ね、アニメが好きだったりとか、ない。いろいろいらっしゃるんで、まあ、そういう、まあ、アート系だったりとか、その、まあ、美術系だったりとかっていうのは、いろんなその、まあ、スキルだったりとか、経験だったりとか、まあ、あとは、まあ、業界のことだったりとか、まあ、いろんなことを教えられるかなとは思ってますね。確かに確かに。それで、なんとなくさ、親だと子供が絵が好きとか美術が好きとか言うと、ちょっと美大行ってもなんか儲けられないしな、みたいな、そういうイメージあるじゃん、親の場合だと。だけど、今は本当にそのグラフィックとか、そのコンピューターの世界の中で、やっぱデザインとかできたりとかする人ってやっぱ重宝されると思うから、そういったなんか別の、なんかこう、親がこうさ、凝り固まったなんか思考じゃなくて、なんか別のことで活かせたりとか、別の業界でこう活躍できたりとかする例とかも、なんかたくさん教えてあげてもらいたいなと思いますね。そっか。じゃあ結構みんないろんなこと喋ってくれて面白いこと結構言ってくれるでしょうね。そうですね。まあ、本当に、なんでしょう。この前トランポリンの授業あったとか、体操を今クラス習ってるとか、まあ、いろいろあとは、調べ物とかも授業の中でするじゃないですか。やっぱりそのジェネレーションギャップを最近感じたんですけど、携帯を使って音声で調べるっていうのをやってます。なるほどね。自分でこう、ポン入力するんじゃなくそう、て、入力じゃなくても。もう音声でなんとか調べて、なんかみんな Siri とか使い慣れてるからね、結構そうね。なんですよね。確かにね。私たちだとこう、なんか入れて、なんかタイプが打てないみたいなこととかでね、あれしてた時代がもう、やっぱデジタルネイティブの子たちに当たるから、やっぱりこう、与える知識とか、まあ道具だったりとか、いろんなものによって、やっぱその全然こう、なんていうのかな、私たち大人とは違う捉え方でサクサクなんかやっていくじゃそうですよね。やっぱりない。デジタルネイティブなんで、本当に、まあ、これからの時代ってもう、それが当たり前じゃないですか。スタンダードになってくるんで、それをどうやって活かしていくかっていうことだと思うんですよね。だからそれをこう、なんていうの、親だとどうしてもダメとか、なんかもうそんなずっと長いこと見ててとか目が悪くなるとかっていう、そういう視点で大人はこう言いがちだけど、やっぱ私たちがこう手伝ってあげれることって、それどうやって活かしたり、どうやってこうね、やるとこう、もっと面白くなるとか、なんかもっと役に立つとか、なんかそういうアドバイス的なものとかも一緒にしてあげると、なんか悪いことじゃ全然ないし、逆にそういうの今度はできないと逆に困るよ、みたいな感そうじですのね。時代にね、突入してるので、そういった意味では、そういうものとかのアドバイスとかしてもらえるのは、すごい石井先生のクラスのもいいメリットじゃないかなと思いますそうですね、はい。ね。そっかそっか。それでなんかこう、優しくって聞いてくれそうだしね、なんか逆に。だからおしゃべりの女の子とかいいかもしれないね。そっか。いや、でも、授業どうですか？楽しいですか？じゃあ。そうですね。特に今、受け持ってるクラスは、よくおしゃべりしてくれる子たちなんで、まあ、その子たちも授業を楽しみにしてくれてるんで、すごい楽しいですね。そうだよね。なんか普通の学校の授業と違うから、子供たちも結構率先して、こう、宿題とかもね、その出た日にすぐその場でやってくれたりとかしてくれてるし、なんかまた、次先生に話聞いてもらおうみたいな感じで、なんかワクワクしてきてくれてたりとかもするので、そういった意味ではね、すごい子供たちの成長、楽しみですね。なんそうですか。ね。でも自分のお子さんにもやるの？
子供はたまに隣に来て話を聞いてますね。じゃあやっぱ興味あるっていうか、お父さん何やってんのかなっていうのもあるし、なんか子供たちがワイワイ喋ってんの聞いて、なんかはい。興味は持ってんのかもしれないね。そうですね。で、授業のクラスの後に、最近みんなでゲームやったりとかしてるんですよ。それに参加して、まあ、子供たちだけでもなんかゲームやったりとか。本当。それはなんか楽しいね。うん。じゃあ子供さんもあれだね。なんかいい、あの、そう、なんかアシスタント的な感じで使っていくっていうのもいいかもしれないしね。結構、まあ、気になってるみたいだし、あとは、まあ、今度ちょっとイベントをやってとかするんですけど、いつ？10月の29日に、横浜の市営地下鉄があるんですけど、センター北駅っていうとこがあって、そこで、ミナキタマルシェっていうイベントがあるんですね。で、そこに出店するんですけど、そこで、まあ、レモネードを販売しようかなと思っていて、実際に子供たち、生徒さんたちが考えたレシピとか、あとは、その原価計算したものをレモネードを販売していこうかなと思っていて、まあ、それ、まあ、実際にその授業で学ぶだけじゃなくて、遠方なんで来れないんですけど、まあ、それを実践として学べる機会はやっぱりいいかなと思っていて、まあ、その販売するのは自分と、あと息子で販売するんですけど、まあ、そういう体験も子供もさせてあげれるっていうのもいいのかなと思ってますね。確かに、その実際にやってみるとのまた違うしね、その時のお客さんのなんか接客とか、そういうのってね、実際にこう皆さんこう違った何時のこう接客対応とかしたりとかして面白いからね。じゃあもしよかったら10月29日日本の土曜日のミナキタマルシェっていうやつ、もしお近くの方がいたらぜひね、来てそうでもすね、らいたはいい。ですね。そっか。あ、でもそういうのは楽しそうだね。なんか日本そういうマルシェみたいな、そういうなんかイベントみたいなの結構多いのかな。まあ、最近、まあ、そこのイベントは月1でやってるんですけど、やっぱりコロナもだいぶ落ち着いてきましたし、そうだね。まあ、そういうイベントも最近は多くなってきたかなっていう感じがしますね。そうだね。確かに。そしたらなんかこう、ちょっと対面でね、授業はこれからね、やっていったりとか、することもこう、もっともっとできるようになってくるし、あと実際にね、本当、なんかこう、実際にやるのと、またオンラインで学ぶのことが違ったりとかもするので、そまあ、うですね。今後ね、楽しみにしていますね。なんか今後のなんか、石井先生の夢とか、なんか目標とかなんかあるんですか？そうですね。やっぱりまあ自分が学んできたことっていうのは、まあ広告もそうなんですけど、やっぱり、アメリカに留学したとか、まあそういう経験とかって、やっぱり自分の中で蓄積されていくんですよね。まあそういう子供たちも、やっぱりいろいろ経験とか体験とかっていう、そういうものもしていってほしいなと思っていて、まあそういうのも一つとして、そのイベントがあったりだったりとか、まあそういう、まあ体験したこと、経験したことっていうのが、やっぱりその未来の自分の糧になったりとか、まあそういうものにつながっていくんで、まあそういう、まあ自分が伝えられるものは伝えていきたいし、子供たちにもいろんな体験とか、ね、経験とかいろんなものをしていってもらいたいなっていうのを思ってますね。応援したいって感じなんだね。そううん。か。でもまあ本当そうですよね。私たちも本当いろんな体験をベースになんかもう大人になったので、何かこうね、若い人たちの応援ができるようなっていう意味では、自分たちが体験したこと、経験したことをなんか誰かのね、ヒントになったらいいなと思うので、すごく期待しています。はい。じゃあ楽しみ。これかね、イベントも楽しみだし、あとまたね、新しく教室て、あの、開講する時には、石井先生ね、もしデザインとか、そういうのが興味があることか、なんかグラフィックとか、コンピューターとかね、そういうの興味ある子は、いいんじゃないかなと思うので、ぜひ石井先生のね、教室に参加していただけたらな、というふうに思います。はい、石井先生、ありがとうごはざい、いありましがとうございました。た。はい。